ジーンは感動的なキャプションを添えて、ジミンとジョングクの最後の写真を投稿した。ジーンは面白いかなと思ったけど、涙が流れてきたと書き、ジミン、ジョングクと一緒に撮った写真を投稿した。韓国ネットユーザーやファンらはいつも面白いことを書くので笑ったが、今回は彼の気持ちはわかる。ジンは BTS のお母さんみたいだ。一生懸命練習したんだろうね、などのコメントを寄せた。でも今、彼は最年少のメンバーに会わなければなりません。それを乗り越えましょう。そして私の弟がたくさんの厳しい練習を経験したことを見て、彼は泣きたかったと思います。一方、ジミンとジョングクは現在、ヨンチョン軍の新兵訓練所で訓練総長補として勤務しているジンの指導の下、基礎軍事訓練を受けている可能性があると以前に報じられた。メンバー全員が入隊したため、ファンは現在、BTS が完全なグループとして戻ってくると予想される2025年を待っています。BTS のメンバーは交代で軍隊に入隊し、復帰するまでアーティストとしてのキャリアを一時的に保留した。防弾少年団の所属事務所代表は、RM、ジミン、V、ジョングクが兵役を終えて健康な状態で戻ってくるその日まで、温かい応援と変わらぬ愛をお待ちしております。今後も継続的に応援し愛していきたいと思います、と付け加えた。私たちのアーティストたちよ。